11番、本田武史さん、日本。16歳、本田武史、最初のジャンプに4回転をかけます。もうすでにオリンピックが決まっています。この4回転を大きな大会で決めたいというのが今の彼の心境です。曲はエビシド。さあ挑みます。アクセル。トリプルループ。トリプルフリップ。残り1分を切りました。トリプルサルコダブルトーループ。
本田武史、4回転はオリンピックまでお預けです。まあ、4回転が確かに飛べなかったことっていうのもあるんですけれども、途中のスローパートのところで、ジャンプをいくつか失敗してしまいました。でここの影響の方が全体の中では大きいと思います。4回転の失敗、お父さんです。4回転の失敗がその後のジャンプにも響いたということですね。ただその後にトリプルアクセルとトリプルループは飛んでますので、はい、ですからどこかでやはりそのきちっとその気持ちの整理ができてなかったんだと思うんですけれども、その現象として起きたその失敗がそのプログラム全体のイメージを決定づけてしまうということが起こりますので、ここです。これは非常に高さあったんですけれども、で回転もしてるんですけれども、やはりちょっと右足着地、最後までスピードを緩めずに、非常に気持ちとしては前向きに滑れたっていうのが、はい、よく見えましたので、それは次の大会のに対していいステップになったと思います。そうですね、はい、この1年での成長はやはり最後のコンビネーション、トリプルサルコー、そして2回転もしっかりと決めてきたところです。こうして長久保コーチに迎えられました。選手よりも自分の方が緊張してしまいますと話していましたが、さあ順位はどのあたりでしょう。現在トップはデイビス、そして各精神ホランダーと続いています。あと残りはイリア・クーリック1人、本田武史。荒川静香や田村選手が見守る中、まもなく得点です。マークス・オホンダテクニカルメリット、やはりジャンプの失敗響いてカナダ 4.7 です。この後もプレゼンテーションです。5点に行きません。この時点でホンダは第5位、表彰台には届きませんでした。岡崎は第8位。